にちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。私は今荒川総合スポーツセンターに来ています。さてここで一つ謎かけです。荒川区とかけまして、元清水エスパルスの名ディフェンダー堀池匠の追っかけと解きます。その心は匠ばっかりということで、今日は荒川区の企業や学校が一堂に会してその技術を披露する第35回荒川区産業展の模様をご紹介します。今からどんなものに出会えるのかワクワクしてます。それではタバサトゴースタートです。タバサトゴー。さまざまな産業が集積するものづくりの町荒川区、実に全事業所のおよそ5分の1が製造業であり、この割合は23区で墨田区に次ぐ2番目の数字となっています。産業展はそんなものづくりの町荒川区を代表する企業や職人が自分たちの製品や技を販売披露すれば、すごい楽しいね。そして未来を担う子どもたちに興味を持ってもらうきっかけ作りの場でもあります。それでは回っていきましょう。こちらとても広い会場なんですが、その中にぎっしりとさまざまなブースが出展しています。そしてそれぞれのブース、人もたくさんいますね。興味深く覗く姿が見られます。さてこちら T ループというブースなんですが、スピーカーを紹介してますよ。今までのスピーカーはこのテレビもそうなんですけど、触っていただくとこの箱が鳴ってるんですね。ここの紙の部分だけを振動させる。でこの箱は振動させないっていう、人間が聞いてる耳の音と同じ音がスピーカーから聞こえてくるので、長い時間見てても疲れないんですね。全部手でハンドメイドで全部調節して作ってます。はい。テレビのスピーカーのシャリシャリした音がなくなって、なんか現場の音に近いんだろうなっていうのが分かります。はい。続いてやってきたこちらはエボナイトの素材を作ってるメーカーなんですけども、はい、エボナイト素材だけじゃなくて、それを使った万年筆を手作りで一本一本作って販売しております。どういった特徴になるんですか？丈夫で長持ちっていうのが、はい、あと持っていただくと分かるんですけども、はい、見た目以上にこれだけ大きくても軽いんです。軽い、はい、すごく軽いです、はいはい、で手に吸い付くような手触りがありますので、はい、長く描いてても疲れない。ちなみにエボナイトを国内で作ってるのは G 社です。なるほど。ちょっと味のある字になりますね。でしょ。はい。独特な魅力があるエボナイト万年筆でした。次に会場を歩いていて目に留まったのがこちら。実はこれ最近話題の 3D プリンターなんです。この機構があれば、例えばこの中に食品を入れようと、そうするとその形のクッキーできちゃうじゃないですか。そうですよね。そうです。材料が変わればいろんなことが、はい、この機構でできるんじゃないか。それをどん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 皆様から、はい、提案を持ち帰って、こんなことできないかっていうことをいただきたいなっていうのがスタートでございます。はい、楽しみになりました、はい、期待してますね。ありがとうございます、はい、こちらには荒川マイスターのブースが並んでいます。区内の職人さんが製品の紹介や実演をやっています。裁縫を行って何年ですか？66年目になります。でここに膨らみが出てる、これをちゃんとで作ってるわけですよね。だからお召しになった時にこれがきれいに出る。見ただけで大体こういうものを作ればバッチリだなって分かるんですね。なるほど。長く作り続けてくださいね。そうです。私いろいろ考えて103歳までやらなくちゃで、ただ目が見えるかどうかね。産業展では私ども東京ケーブルネットワークもブースを出展して、スマートテレビのご紹介などを行いました。こちらはタブレット TV、 いつでもどこでもケーブルテレビが楽しめると大好評です。さらに特設のイベントステージでは、これから始まる電力サービスをご紹介。弊社がまとめて高圧で一括受電をしたものを各皆様の方に電力を供給して、電気の料金を現在の料金よりお安く提供する。こちらのステージでは他にもスイカなど IC カードを収納できる iPhone ケースの紹介や、学校の研究資材としても購入されている二足歩行ロボットの紹介などがあり、転んだ時は自分で起き上がります。おー、偉いな。こ
子供たちだけでなく多くの大人たちの目も釘付けにしていました。ありがとうございました。またこちらの産業展には東日本大震災復興支援として東北から3つの市町村の参加がありました。釜石市は海産物ですね、海産物の缶詰などが並んでいます。あの海産品、生物なんかも徐々に復興しておりますのでね、あの通信販売でもよろしいですし、切り出して召し上がっていただければ、あの釜石の経済効果、あの復興にもつながりますので、よろしくお願いいたします。福島市は山の幸ですかね、イカ人参を中心に販売してるんですけど、福島が発祥の郷土料理なんですけど、イカと人参を醤油をベースにしたタレに漬け込むだけ、ごく簡単です。いただきます。おいしい。2つの食感が楽しめて、味付けもいいですね。はい、覚えててください。福島イコールイカ人参って。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前番組がお世話になった福島県石川町のブースも。あ、吉田さん、お疲れ様です。どうも、お世話になっております。いつもジャム類からジュース類ですね、石川牛のビーフシチューと、あのストロングアノフというもの、あと味噌カレーですか、こういったものを持ってきました。ちょっと皆さん背中を見せていただいていいですか。はい、石川町というは桜が見どころですよね、はい、そろそろ時期でございます。4月の10日頃が見頃になると思います。ぜひあの石川にいらしていただければありがたいなと思います。純米酒キララの初恋は吉田さんのおすすめ。フルーティーでキレがある、美味しいです。続いてここのイベント会場では子どもものづくり教室が開催されています。山形大学工学部の協力で開催されたこの教室。あ、これはスライムだ。ラーメンみたいな、ラーメンみたい。子どもたちに大人気の教室です。山形大学 の, あの技術をあの こちらの中小企業の方にあの生かせないかなということで、ちょっとあのこちらの方に進出してきました。事務所を置いておりまして、今回あの、まあ、子どもさんの方にもいろいろあのそういった技術をお伝えしようかなと思って、はい、来ております。また次にどんどんつながっていけばいいなと思っております。こちらは子ども絵画コンクールの作品展示と塗り絵の体験コーナー。絵画コンクールの入賞作品はどれも力作ぞろい。塗り絵体験では子どもも大人もみんなが楽しく塗り絵に熱中です。来場者にお話を伺いました。来てみていかがでした。あ、ずっと僕も荒川生まれで荒川育ちなんで、下町の中で、まあ、頑張ってあれ頑張ってくれてるの嬉しいですよね。なんかね、ひろくんこれ作った時ひろくんがびっくりしておばあさんが言ってたんです。なるほど、うまくできたって多分おばあさんがびっくりしたのかな。そうじゃないですか。はい、ここに来てどうだった。楽しかったです。3D プリンターを初めて見て、あの触ってみて、あのすごいいい経験になったと思いました。いいものありました。ありました。いっぱいゲットしました。大満足。大満足。荒川区の印象とか変わりました。変わりますね。ものづくりの街なんだなということでね、まあ、これからの日本には一番やっぱりこういったことは必要なんだなというのが、ね、今日いろいろ見ていかがでした。素晴らしいんで驚きました本当に、うん、それぞれがねなんかあの手作りのものが多いんでびっくりしました。荒川最高です。本当に。今回のタバサタ号は荒川区産業展の模様をお送りしてきました。今日は荒川区について新たな発見がたくさんありました。伝統的なものづくりはもちろん最先端の技術もあって、これからも楽しみにしたい、注目していきたい街だなと感じたイベントでした。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。